言いました。目には目を、歯には歯を。うん、よろしい、受けて立ちましょう。上等じゃん。2年 B 組、進藤隼人君、同じく荒間由美さん、レオナルド博士からお電話です。大発明じゃ。実験するから研究所まで急ぐんじゃ。とうとうやったのね。救世よ。ああ、研究所まで競争で。よし。おかみさん、やかんですよ。一番お先。え、博士いないわね。発明成功なんて出任せかもな。博士はいつもいい加減だもんね。ハヤトといい勝負。ありがとう。裏庭に行ってみようぜ。あ、待ってよ。君たちのお小遣いのカンパのおかげで実験は大成功。諸君に感謝する。一足先に実験旅行に出かけることにしたので、よろしく頼む。実験旅行？ハヤト！うわあ、危ないわよ。大丈夫大丈夫、変な森が見えるだけだぜ。森？今のも恐竜じゃねえか。ティラノザウルス、今から約1億年前の白亜紀にいた恐竜。そんなことありえない。なこと言ったってそこにいたべ。変、絶対変。変なことを変でなくすのが発明というものじゃないか。レオナルド博士。うん、理論通りじゃ。きっかり10分でタイムトンネルは閉じる。博士、一体これは？じゃから、1億年前にちょっと実験旅行しとったんじゃよ。ひょっとして？諸君には苦労をかけたろう。諸君のお小遣いをかっぱしてもらいながら、血と汗と涙、涙の失敗の数々。あー！ディアナ！
ついについについにわしは発明することができたのじゃ。トリマントリマ、未来へたとえ自由自在なサンドアパー、ふるさとのお母さんお父さん見てますか。さあ今宵涙のデビューです。時間の壁に甘ける出ました、スーパーマイルマシン、名付けてドンデゲマ。すっげえ疑問ちゃんとやかんだあのな、おめでとうレオナルド博士。ユミちゃんは分かってくれるよな。博士が使えるものを発明したのは初めてでしょ。穴開いてたりしていい。何言うてまんねん、ステンレスをバカにしたらあかん。なんか言ったか。なんか言った。ステンレスは錆びへん、割れへん、焦げつかへん、タイムマシンにぴったりの材料なんや。夜間さんが喋った。もう夜間さんやあらへんて、タイムマシンさんやん。しレオナルド博士の言うことを聞いとらんかったんかいな。もう博士ちゃんと説明したてくださいよ。あらもう肝心な時にお昼寝やん。いや、押しやかんの意地、いやタイムマシンの維持見せたら。横のダイヤル、右が時間、左が場所、どこだと合わせとくんだあれ。よくわかんないわ。適当に合わせとき。したら頭のぼっち押しとくんだあれ。とんでけでけでけ、とんでけでけ、とんでけでけでけ、とんでけでけ、とんでけでけでけ、とんでけでけ。うわぁ、なんだこりゃ。爆発するわよ。しょうがない、飛びます、飛びます。魔法眠り姫。待て、シャララ姫を返せ。うるさい集め、アブラガダブラフロントホックブラ。シャララ姫、助かった。誰だ水差しなんか投げたのは。すまへん、乱暴にせんといて。お前魔法の水差しか。そんな水差しやなんて、やかんと呼んでください。きっとお役に立ちますさかいに、どうぞよろしゅうに。このままではシャララ姫がアラーの神よ、私に力を。ここどこだ。いい大人がおもちゃ持って。本物。僕はほんの通りすがりのものなんだ。ユミ、なんなんだこいつら。
なんとか助かったみたいだけど、ここどこなの？おお、これぞ天の助け。神様の使いが私を助けに来てくれたのか。あらま。夢見たハーレクイーンの王子様。はじめまして、私2年 B 組、アラマユミ。よろしく。おお、美しい。俺、神道隼人、よろしくね。神道ハット、おお、英雄神道バットの親戚の方だったのか。何言ってんだこいつ。知らない。ならばこの上ない助っ人、ぜひぜひご協力お願いしたい。姫が悪い魔法使いにさらわれてしまったのだ。おじさん、21世紀だっちゅうに魔法使いはないんじゃない？ちょっと隼人。なんだよ。この建物、あの格好、ここは9世紀あたりのアラビア。じゃあこの人。私はダンダン王子。誘拐されたのはイーナ付けのシャララ姫だ。王子だったら家来に頼めば。魔法で眠らされておる。威張るなっつーの。協力しようよハヤト。こんな美形さらにはいないわ。そういう問題か。さあ王子様、お乗りください。はあ、さっさ早く。ユミ、行くわよ、しっかり捕まってて。え、あ、あ、あらロバもつけずに動くとは、魔法じゃ、魔法じゃ。こいつ何とかしてくれよ。千年以上前の人なのよ、無理ないわ。お前、やたら王子の肩持ってないか。出るわよ。え、アラビア一の魔法使いアブドーラ様を捕まえられるかな。それこそ噂に聞いた魔法のランプ。カレーの入れ物に何驚いてるわけ。違う、魔法のランプには恐ろしい魔人が閉じ込められているのだ。カレーに福神漬けはつきものよ。魔人です。いでよランプのせい。もうダメ、もうダメ。おい、ラップのせいや。帰ってこい。無理ないぜ、一人暮らしが長かったんだろ。中狭いから。
お頼りにならんやつだ。アブドーラ、いよいよ年貢の納め時だ。おっと、忘れてた。お前なんかやれるのか？このトンデケマンにお任せください。トンデケマン、お前何やってんだよ。私たちを裏切るの？わてのコンピューターは拾った人がご主人様とプログラミングされるんですわ。いい加減のやつ。何とでも言いなはれ。これがナニワのステンレスの生き様だす。トンデケマンとやら、今こそお前の魔法の力を発揮する時じゃ。はいはい、ご主人様。1回目やからわてが自動で決めさせてもらいます。トンデケ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 、飛びます飛びます、トンデケトン。一体何が起こったんだ。ここは博士の家で見た原始の森よ。1億年も昔に来しまったのか。アブドーラ、トンデケマン、どうないでしょろ。気に入ってもらいましたやろか。時間と場所を自由に行き来できるとはなかなかすごい魔法じゃ。あの穴は10分間で閉じますね。そうしたら奴らは原始の時代に置いてけぼりで。おま、ひどいぞトンデガン。早くあの穴へ戻んなくちゃ。恐竜と一緒に化石になっちゃう。それどうはさせるかい。これじゃ時間までに戻れないわ。なんとかせんか、トンデケマン。はよ、次元の穴へ。いやじゃじゃが、シャララ姫が。命あってのものだれです。もう残念。あの壺の中にシャララ姫が。ああ、一体私はどうすればいいのだ。助けるっきゃないだろ。ハヤト君、ユミさんは私が命を懸けて守る。安心して戦ってきなさい。もう一発サーブ。ヘディングシュート。うちのゴールキーパーにスカウトしたいぜ。そのキックじゃ効かない。よし、あれよ。岩石落としキック。父ちゃん、無事でしたか。命をかけ、だんだん王子参上しました。ようやる。なことやってる場合じゃないわよ。焼かない焼かない。違うでしょ。次元の穴が閉じちゃうのよ。絶対
すげえごちそう。今日はお二人のおかげで助かりました。どうぞたっと召し上がってください。いただきます元の時代に帰れるかどうかって時によく食欲があるわね。まあ王宮暮らしも悪くないぜ。一生パパやママに会えないのよ。任せとけって。とんだけマンを取り返せば済むことじゃん。カリカリ。シャララ姫を取り逃がしたとな。申し訳ございません、オラトル太后様。アブドール、いかなる手段を取ろうとも、あのアラビア一の姫を手に入れ、このオラトルの嫁にするのだ。今度こそご安心ください。素晴らしいものが手に入ったのです。何？ヤヒヤヒヤ、いいとこ就職させてもらいましたわ。わてオランドの大公判とアブドーラ藩のためやったらもう決まりますし。ヤヒ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